任期満了に伴う国分寺市長選挙が今日告示され、新人3人が立候補しました。無所属新人の前の市議三桂敦史氏は、財政再建、情報公開、市民参加など市政の抜本的な改革を実現すると強調しています。無所属新人の前市議会議長伊沢邦夫氏は、引退する星野市長の後継候補として国分寺駅北口再開発の早期着工などを訴えています。無所属新人の元学習塾講師田中進氏は、やり直しのできる社会を掲げ、ワークライフバランスの取れた安心安全の社会を作ると主張しています。国分寺市長選挙は今月23日に投開票されます。